皆さんこんにちは。今日は、京アニ放火事件をのエネルギー論的分析ということでお話ししようと思います。京アニ放火事件で、青葉容疑者が、逮捕されました。あの事件をですね、私のエネルギー的人間論から、分析しようと思います。ちょっとね、下手くそな絵を描いてきました。青葉容疑者はですね、非常に生い立ちがですね複雑でのようですよね、報道によると。ということは、マイナスのエネルギーを過去に、他人からですね、3人に限らないんですけど、多くの人から受け取ってきたっていうことになると思います。でそのマイナスのエネルギーがこの多くの人からこの青葉真司容疑者の内面に移ったっていうことが言えると思います。でそのエネルギーはエネルギー保存の法則によりずっと保存されていたということになると思います。自分もね、その人にひどい目に遭わせたりすると出ていくと思うんですけど、そうでもしない限りは保存されていたっていうね、ほぼ保存されていたということになると思います。でそういうエネルギー、マイナスのエネルギーなんで健康に良くないですよね。毒みたいなもんなんで、毒を盛られたらやっぱりそのままにすると毒が回っていって苦しいので、なんとか出そうという本能的な、働きっていうかですね、本能的な欲求がね生じると思うんですよね。でそれを溜め込んだものを、放出したのが、この度の事件だと思うんですよね。で中にはですね、その悪いことやってきたやつらにこの点々のところですね、やり返せばいいんじゃないの、こんなね全く関係のない人たちにマイナスエネルギーを放出するんじゃなくて、全部まとめてね、こいつらですよね、こいつらにぶつけたらよかったんじゃないのっていう考え方もあるかもしれませんね。ただですね、このやり返しっていうのはですね、同じエネルギーじゃないんですよね。なぜならこの人たちがこの青葉容疑者にやったのはマイナスのエネルギー、悪意のある仕打ちだったんですよね。でこれやり返すっていうのはすごい正義の行いですよね。正義っていう色彩があるんで、その元のエネルギーとは別のものが出ていくんですよね。ということは毒を飲まされて別のものを吐き出しても、毒はそのままで全くそのまま残っちゃうんで、これをやり返すことによって青葉容疑者が、ぶち込まれたこのマイナスエネルギーはほとんど減らないと思うんですよね。ということはやはりそのマイナスエネルギーは毒を受けたから毒の形で放出しようとするんですよね。でその理不尽さが保存されてますよね。理不尽な仕打ちを受けて全くその悪いことをしてない方たちにこのような事件を起こしてもう大変な被害を与えるっていうね。のでマイナスエネルギーがマイナスエネルギーになって、しかも一度きに長年にわたって蓄積してきたものを一度に放出したから、そのエネルギー量が一度に巨大なエネルギー、マイナスエネルギーが、放出されて、重大な事件になったっていうことになると思います。でですね、だから全く関係のない人ですよね。この中の一人がこっちにいたとかは全くないですよね。京アニで働いてた方は、夢を与えるね仕事を一生懸命されていた方たちなんですよね。ところがですね、青葉容疑者の目からはどう見えていたかっていうのを考えると、もう一緒だと見えていた可能性があるんですよね。なぜならこの悪いことしたやつらは社会から現れてきたんですよね。で社会から現れてきて自分にひどいことをしたっていうね、だから社会の代表みたいな、見え方がするんですよね。
でこの京アニの職員の方々もその社会の一員であることは間違いないですよね。この社会の一員なんですよね。ということは青葉容疑者からの、まあ、視線で見ると社会から受けたのを社会に返した、だから同じ、だから同じ社会に同じものを返したっていう、まあ、考え方ができると思うんですよね。ということはまあ通り魔事件とかでもそうなんですけど、まあ普通にね、まあ外出して買い物したりとかね、普通に仕事したりして、まあ、何も悪いことしてなくてもですね、それまあでもあくまで社会の一員なんですよね。だから社会のから現れた人から何かその理不尽な仕打ちを受けて、まあそれがもうたまりにたまった人からその社会の代表として何かそのまあ、通り魔なりこの度の事件なりのようなことをされるっていう、まあ危険がまあ、まあ潜在的にですね、あの潜んでいるっていう、まあいう、まあ恐ろしい、まあ現実があるわけなんですよね。まああのでだからといってその社会の一員であるっていうことをやめることはできないんですよね。だからまあ社会のこういうことにな、要はこういうやつらがその野放しにされていたからこんなマイナスがたまってこういう事件になったのだから、そのまあ理不尽なことをするやつらに対してまあ野放しにしてはいけないっていうことですよね。その悪いことをやってるやつら、まあ見て見ぬふりとかするのが楽ですけど、まあその初めのうちに退治しておくっていうのがまあ大事だと思います。とはいえね、こういうまあ悪いことやってるやつらはね強いんですよね。だからまああのどうしてもですね、まああのなんていうか止めることは難しいんですよね。ただまあそういうのを放置するとそのマイナスエネルギーがまあ凝縮、ある人に凝縮されるんですよね。してまあこのような事件が起こるっていうことになります。だからまあ社会のみんなの問題、こういう事件を防ぐのは本当のみんなの毎日の取り組みのが大事だというのがまあ私の意見になります。では、ご視聴ありがとうございました。